年の夏の時にね、僕ね、あの、アキラくんの声はアコースギターに合うから次はアコースギターで歌ってほしいなって言ったけど、今日もガンガンエレキギターで参戦してくれて、ギター新しくしてくれて、はい、じゃあアキラくんお願いします。
シナモンラストっていうのを毎年シナモンラスト、そうだ、僕だけもっとガンガン活動してる年末まで、そうですね、早いよっていう。でもね、結構そのシナモンで、あとセッションの課題曲とかが送られてくると割とね、あ、年もせいだなって思ったり、それであの来る時にね、大体の靖国神社とかをこう通ってくるんでね、あ、年のせいだなと思うんだけどね。はい、何の話をしてるんですか。はい、シナモンナイトでございます。ありがとうございます、ジュンさん、そして皆さん、いつもありがとうございます。頑張ります、今日もよろしくお願いします。